一番かっこいいのは水原希子だろ、うん、ワンダイレクションのハリー・スタイルズと交際報道出てんだぞ、レベルが違うだろ、なんだっけ、俺これ知らない、誰ワンダイ、ワンダイレクション、ワンダイレクション知らないの、今すげえのこの映像、今嘘だろすごいの、まあ、ワンダイレクション知らないやつが、ね、ヒット予測で日経トレンドに勝とうとしてるの待って待って、知らなんだっけ、知ってると思うよ顔見たら、じゃあねえ、お前ワン、何の人ですかね、いやだから歌詞でしょ、名前がそうじゃん、ワンダイレクションになって、イギリスのさ、わかるわかる、どんな感じの歌、かっこいいでしょすごい、どんな感じの歌なのかね、え、うん、すごいワンだよね、ワンワンワンってじゃん、ワンダイハイワンダイハイじゃん、ワンダイハイワンダイレクション、自分たちの名前、自分たちの名前を言っちゃうな、そうだぜ、ラジオネームアホくさい北斎、おい小木、うん、ワンダイレクションは日本で言うと嵐だぞ、それ知らないでヒット予測するなよ、嵐、うん、アイドルグループね、まあ本当そういう感じだろうか、もうだけど本当に世界の嵐みたいな、世界の嵐、その前のバックストリートボーイズは知ってるだろ、うん、ああいう感じね、もうそれの次って感じ、なるほどなるほど、アイドルただのだけど、ね、だけどね、とんでもない、すごいスーパーなのね。でもそれと、ま、一度も会ったこともないって言ってんだよ。ああ、何が？あの、水原希子は。なんだ？そうなんだ。なのに、でも、イギリスの、その雑誌が報じてるってすごくない？まず、確かにその水原希子の、希子じゃない。水原希子の、もう存在を知ってるというか、名前を出すっていうさ、その噂レベルだけど格が違くない？もう。確かに、もう、すごいよ。スターだね、水原が。だよな。うん。もう、水原がスターよ。ジャンクロード・バンダムの時の、はい。あの人と一緒だな。ヒッチコックじゃねえ、なんだっけ。ヒッチコック、もうやばいね、ヒ。ね。ヒミコ、ヒミコ、サプライズ。あ、誰だっけ、あの人。なんだっけ、お、オーメンじゃねえ、なんだっけ。脱出の人、脱出の人。そうですよ、ヒーはいいですよ。ヒー合ってる？ヒーはいいですよ。最初ヒーはいいですよ。ヒミコグレースみたいなね。ああ、ヒミコ、ヒミコックス、ヒミコ、レンナ。脱出ですよね。脱出の。脱出の。イリュージョンね。イリュージョンの。イリュージョンの人。ヒー、ヒー、ヒー、ヒミコ、ヒミコブランド。ヒミコブランド。ヒー、あれあれ、あの人、あの人なぁ。あんな、俺。一番有名な人だよ、ね、あの人。有名だろうね。本当に火？世界で呼ばれるからね、ああいうのって。火です。火から始まる。ヒロコしか出てこない、ヒロコグレース。ジャンクロード・バンダムとな。ヒロコグレースと。ジャンクロード・バンダムの方がよく出たよ。まあ言ったらね。なあ、うん、ジャンクロード・バンダムよりその火なんとかの人のが、俺は生涯で口に出してるよな。出す。ジャンクロード・バンダムは、間違えられやすい、本当は名前。そっちに出しやすい名前。そっちを出して俺を評価してほしい。むしろ。火で、ひみこ、ヒンで、今どっかに入ってます。そうだよね。どっかに。何々って、何々、何々って名前？みんな多分そうだと思いますけど。だから、本当の、だから、普通に日本語名。平田康夫みたいなことで一緒に。平田康夫なの？そうそうそう。そんな名前出したっけ？外国なの。あの世界で。活躍してる人。あれ、なんだっけ、マジで。珍しい名前って。でも、なんか、そう、珍しい名前だよ。ヒカキンみたいなね。ヒカキンね。そう、ヒカキン。ヒカキン。俺もうダメだ。サワードみたいな。なぁ。ヒー、ああ、マジなんだっけ。もう悔しい。悔しい、あの人の名前なんて。なんでヒゲちゃん分かってんの？なんか、ニヤニヤしてる。本当？でも、筋肉とか多分存在知らないよな。世代じゃない。世代じゃないから。あれもね、知ってるかな。知ってる。知ってる世代。まあ、世代をね。しかも、3代目とかなんだよな。そう。そう。ね。もう完全に分かってます、ね。かわいいもん。だって俺の子供の頃にね、一緒だった同級生の女の子、そこに弟子入りしてなるって言ってたんだ。4代目かなんかになるって言って。入ったんで、確か。そうなんだ。そう。
入るとかいう問題なんだ。だからあれ、接収できるから。接収なのか。そう。確かにそう、接収で。あれ、最近見ねえな、でも。最近ないね。いいから早く行ってください。練馬区に住んでんだよ、確かに。ひ、ひふんふん。えひふんふん。うん。ふんふんあ、ひ、ひふんふんふん。ひむら。これだったら、ひふん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 。似てるんじゃない、うんうんうん、もうダメだ。無駄だ。もう、俺だってそういうのダメだもん。もうそういうの。これでも思い出されダメなんだよ。気持ち悪いですよね。気持ち悪いですよね。気持ち悪いよ。出ないんじゃないかな。やべえ。ひろこって言っちゃうから、おぎが。そう、ひろこにね。ひろこでもう釣られちゃうの。支配されちゃうから。ひろ。じゃ喋んないで、もう。もう喋んないで。じゃこれ、俺がリズムをこうやって取って、覚え、出す派だから。俺、口に出しながら、出さないと。なるほど。だってそれ、じゃあちょっと小さく言ってよ。ヒカキン。絶対俺の方が惜しいとこまで来てる。来てる。ヒャーン。ヒロキ、ヒロキ。あ、はほら今、きっかけたのにヒロキ。今俺きっかけたのにヒロキって言うから、急にもヒロキに持ってかれちゃってさ。もう今、頭の途中まで出てんのにさ。以前来てる。ヒロキハンサムじゃないし。ハンサム。なんかそういうのない？そういうのない？カタカナ入ってない？ハンサムみたいな。カタカナはね、ハンサムみたいな。日傘。日傘。あ、日傘。日傘。なんかアガサ・クリスティみたいな名前じゃないの？あー。雰囲気ね、まあ。アガサ・クリスティね。ね。わかる。なんで日本語の名前なのに？そう、だから東。アガサ・クリスティ？東サネスティ。サネスティ。あー、ダメだね、これ。やべえな。やべえな。やばいな。これすげえいい問題これ。いいヒントいいヒント出たよ。あら。ラジオネーム、天草大夫。皆さんこんばんは。リズムで言うと、ふふふ、ふふふですよ。ふふふ、ふふふ。ふふ出たな。ああ出た。何ふふだよ。ふふすす、すーすー、すーだ。ひや。だすだ。ひやだふふ。なんか今な、え平田夫婦平田夫婦えちょっとなんか、あんながあるじゃん平田夫婦平田夫婦でしょだって。なんか出てきそう。あれ惜しい惜しいじゃん。ひ、ひ、り、り、さ、さ、さ、ひ、ひ、ひく、ひし、ひ、平田、ひし、平田、つが入んのちっちゃいつ。そう、ふっふーだ。ふっふー。平田夫婦。うん、入らない。ね、日向ふ リズムがこう、その日向ふふふふうわ、出そう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 出して出して出してあああ出たちょっあーダメだー消えてったやばいすごいやばい俺も消えてった左がさ、本当に今つきそうだったのいやー今惜しい出そうでしたはかったはっかリズムがね、そのふふふふひひふふふ日向日向原田ひあ原田あれ原田だって、日だから。日型。日型。日型日型。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 日やばいじゃん。やばいやばい。やばいじゃん、こんな時間取ってダメだろ。もっと、なんか、ちょっと、もうちょっと。もうちょっとヒントちょうだいよ。最後の文字は最後、うですね。最後の文字難しいな、もう。う出たー出た。出たのすげえ。出たよかった。いや、最後で、すごいな。ちぃ、ふっふーじゃないじゃん、ね、こいつ、なんで天草大王平田ふっふーって。リズムがね、そうだ。違うよ。正解は何？もうほんと気持ちいいよ。もう、いいのね。いや、もうやだな。痛いよ。ねえ、うん。やーって顔がね、思い浮かぶよ。いきますよ。引き立てんこずるいよ引き立てんこだずるいよすげずるいよ俺が引き立てたの前後だけ先に言うのすげえ引き立てんこだよ